悩みとかあってどうですか？売上の伸びのなんかそこまで最近よろしくないのと思ってて、適材適所をちゃんと見れてないと思う。まだ俺はすごく今日は3ヶ月前ぐらいですね、にね、ゆうりのガチ指導みたいなのやったと思うんですけど、それがね、3ヶ月ぐらい経ったので、改めてね、今の現状のゆうりを見ていって、まあこの3ヶ月がどう変わったのかなとかを話していけたり、また新たにね、課題とかもあると思うので、そこをまたみんなに見せれたらいいなと思うんで、今日はそんな感じです。今日みやみさんも一緒に話してもらえたら嬉しいなっていう感じです。ちょっと今日僕頭回ってないんですけど回ってないんですけど、ちょっとまあでもその許してください。それでもみやみさんが話してくれる。その回は、その回の時はまだ俺が入る前だったから、そうそうそう、まずはその時のゆうりとレンでこう話した過去の自分を振り返ってみて、その時は今どうだったかなみたいなっていうのをこう話してくれたりね。あの時はそうっすね、なんか全然自分の思ったようにうまくいかないっていうのもありましたし、キラキラした歌舞伎町のなんかホストはなんかすぐ売れちゃうみたいなイメージがあって、そうしたら全然そうじゃなくて、自分のキャパでいっぱいいっぱいになってて、なんかパンクしちゃったりとか、その相手とうまく会話するとかいろいろあると思うんですけど、伝えるっていうよりもやっぱ自分が絡まっちゃってた部分もあって、その阿部はまあまあレンさんからあの時は言ってもらったんですけど、でもユーリは結構アベレージはいいんじゃない、まだまだ自分の中では全然足りてなくて、せか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 みたいな感じで余裕のなかった感じだったですね、あの3ヶ月前は。その明確に3ヶ月前のユーリと今変われた部分、自分の中でそれをきっかけに変えてみようって思ったことだったり、ユーリさんですよ、ユーリさんですよ、覚えてるかな具体的に、どうして分かんないけど、まあ、俺がその3ヶ月前に見てたのとかは、あの時の言って、まあ、別にやる気もめっちゃあったし、めっちゃ頑張りたいも全部あったけど、その調子乗りしっていうところがやっぱ、誰、みたいな感じがありすぎるから、もう少し落ち着くとか落ち着く、ゲイの時はゲイにするっていうのを多分しっかり話した気がする。その感じを軽い時と重い時の差別があんまりできてないと思う。でそれで気をつけて変われたこととか、そう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 、真面目な時は真面目にした方がいいよっていうのとか、うん、普段ユーリと俺めちゃめちゃ話すよ。話しますね。そう話してるんですけど、その中でも何か変われた部分とか、あの時の自分はどこでもノリと勢いテンション高く自分が楽しい、相手のことそこまで考えてなくて、全力ではありましたけど、まあ、なるようになるんじゃないかなぐらいの勢いでただ思ってたぐらいだったんですよ。でもやっぱりそこにはなんか相手の気持ちを汲み取るだったりとか、ね、相手の気持ちを理解できてちゃんとそれに対して自分の意見を相手に伝えることができるようなホストのやり方を教えてくれたのがみやびさんで、売り上げも徐々に伸びていきましたね。はい、うん、あれ合ってますまあでもそのそうです、ね、変われた部分っていうのは、それはねやっぱそのちょっと真面目にできたり向き合えたよってことだよね。そう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 、まあ、じゃあ今自分に足りない部分だったり今後ね、うん、今後足りない部分、調子に乗っちゃうところがちょっとありますね。はい、いや結構結構ビッグマウスなんで、前からそうだったんですけど裏目に出ちゃうんですよね。自分できてるんじゃねっていうのがちょっと調子に乗っちゃう系になってきたんで、そこも改めて自分で理解したんで、決めるとこ決めて頑張りたいなって思ってますね。俺が見てる中でこうレンとじゃあユーリと俺とかって似てる部分がある。人間味すごい溢れてるし、なんか自分で言うのも自分で言うのもそうですけど人間って感じのその本当気持ちでやるっていうか、そう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 、なんていうんですかね、なんか細属性で言ったら同じみたいな感じだよね。属性は一つなんじゃないですかなんかユーリは俺の1年目の時のホストの感じをよりバカにした感じなんですよ正直で、そのよりそれなのが逆に良くて、その何でかっていうと、俺は中途半端に、中途半端っていうかちゃんと考えたからこそその制御的なことができたし、ここまで来れたけど、そうじゃなくて、これは逆にね、ユーリがちょっと決めくれたような頭の良さがちょっとでもユーリにあったりしたら、そのめっちゃ全力ではそうなんだけど、言い訳をしたり変な感じ絶対なさの、うん、そこでユーリはちゃんとそれがない分、逆にもうこれめちゃめちゃユーリに思うんだけど、その普通さ車もさ本当はね200キロ出るんだよ車って。はいはい、だけど、ね、ブレーキかかるのよ人間、うん、危ないから普通にブレーキ危ないです、ね、人間ブレーキやんのユーリはそれがぶっ壊れてから、はい、
そのいい意味でもうあ、ベータ振り切ってるってことですか。ベータ振り切ってるから切れちゃうドーンって言ってくれるじゃん。それがめっちゃ良くて、だからオーバーヒート可能性もめっちゃ感じるし、危ない、ね、危ないなって思うところも正直ある。その一歩ミスったらみたいな、だからその一歩ミスらないようにするのはもう逆に俺らがこうあ、ストッパーだストッパーだストッパーだやばいなと思うし、だそれが今はなんか有利は前よりはシュッてできるようになった感じはする。俺はおー、だから多分頭では制御しようと思ってるっていうわけじゃないかもしれないけど、感覚ではちょっとずつ身につけてきたのかなって。動物的ない、ね、俺がよりもっと最強になるよっていうので言うと、何々だから今月はこれでいいやっていうのは絶対にあると思う。あー、妥協しちゃう部分、妥協とか実際でも俺いけてるし本当はみたいな、バレてるは出てる。あ、やっぱ出てます。出てるというか、こう、貯める期間とかいろいろあるわけじゃん。あれも俺、来月あるし、みたいな。じゃないよ。別に今月は今月だから、今月のやる。いつまでたっても貪欲で、さらに上を目指すが、絶対いいと思う。わかりました。そうやね。それがなかったら、多分お前は、3位になるっすね。本当に、最後そこでそうですね。これからは、いいところなんだけど、本当なんか人が良すぎるというか、そのいいところであり、ちょっと悪いところかなと。お前優しさを捨てろなんてそこまでは言わないけど、締めるとこを締めないといけないわけよ。ホストとして自分がちゃんと何かしらの使命感を持って一人の女の子を抱えている、担当されているっていうことを、そこについてもっと深く考えて思ったら、優しいだけじゃダメなんだっていうところに行き着くと。難しいね、でもこれは。し、優しいが実際本当にそれは嬉しいのか。もちろん俺とレンめっちゃ優しいんだよ。そうだよ、優しいよ、うん、優しいっすよけど、そうじゃなくて、その優しさが、うん、その子のためになる優しさなのか。そう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 、そういうことよ。例えばだけど、もうすごい極端な話ですか。こいつは分かんないやつだって絶対にあるんだよ。でも今までそのまま生きてきちゃったの、絶対誰も本気でそこ叱ってくれない、うんうん、本気でじゃあその時に教えたとするじゃん。こっちの感情じゃなくて、ね、そいつのために、例えばそれを思って、うんうんうん、例えばやった時に、うん、ウゴが分かってくれたときは、そいつは変われん人として、うん、確かに普通に言っても意味ないことだね、うん、そこが優しさがどう優しいかじゃないですか。そのそう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 なんかあるっすよね、愛と愛じゃないものは。そう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 、そこの区別がつかない子もいるから、それも教えてあげたいなと思うんですよ。女の子も男の子も、うん、違うよそれはって。でもこれできるんだったら多分マジで有利超強いんじゃない。超強いと思う、超強いと思うよ。だってお前の良さは良さであんだけど、また別だから俺らとは。そうそうそう、絶対そこら辺まで覚えてきたら、いよいよね、ちゃんと本当に新しい横並ぶんじゃないですか。場所行きますか、ね、まあ、ちょっとまだ早いホストとしてでも人としてでも、なんかその何かをすっ飛ばそうとするやつって絶対無理なんですよ、うん、俺本当に思ってて、何かすっ飛ばしたやつって左側にパカパカパカンと押してくんで、うん、今まで何人も見てきてるから、うん、ちゃんとこう登ってってんなっていうのは有利は見える、うん、ずっと前から、うん、あ、一歩登ったね、ミスって学んだ、あ、一歩登ったね、ちゃんと思う。親ですか。親の気分ぐらいで、なんか本当にめっちゃ見えてる。これってなんでこれできるようになったんですかね。俺もめっちゃ買ったんですよ。俺なんかその、やっぱり一緒に働いてない時とかも、レンの話とかも聞いてたけど、めっちゃガキみたいな。ですよね。どうめっちゃ聞いてたからさ。めっちゃ分かるんですよ。本当に俺有利だったんで。どちらかというと、1年目本当に俺バカだったし、クソガキだったんで、俺が最強だわ、みたいな。本当に自分で昔分かるんですよ。全力バカみたいな。本当に本当にいい意味で悪い意味でも、その分かってくれる子がさ、いたらいるわけじゃん。バカだ俺でもさ、みたいな時があるわけじゃん、正直ね。でもそういう時があって、今だから一回するんだ。ターニングポイントみたいなね。はい、うん、責任感とかはもっと持った方がいいかもな。今もう出るわけやし。そうですね、逃げれないです。ちなみに逃げませんよ本当にね、逃げれなくなるって俺大事だと思う。そういう時ってマジで強くなれるよね。なれますね。だから売りかけあったら頑張れんそうだなと思う。あっ、それは人によるけど。人によるけどね。だからといって、私、逃げ道なくしたいから、全額でリシャール入れていいって言われたら無理って言うけどね。それは、それはまた違います。無限に話せそうですけど、大丈夫ですか。俺、仕事の話をすると、多分本当にこれ、無限に話せるんで、こんなところでいいんじゃないですか。そうやね。こちら、今年の目標で、あと残り。ね、これもちょっとありますけど、今年の目標ですか。絶対にまず売り上げで言うなら年間1億ですね。1億。え、今現時点ではどんくらいなんですか。今月入れて7000ぐらいですか。
余裕じゃん。いや余裕、まあ、余裕です絶対。10、11、12やってさすがにそれは生きるね。1億は舐めすぎ。俺の1年目は超えよう。最低1億やね。でも1億1000は超えよう。1億1000超えよう。わかりました、頑張ります。1300アベぐらい。1300アベ。1億2000にしたらかっこいいくない。アベが残り3ヶ月だから1600ぐらいかな。よろしくお願いします。もう来月ね、イベントがあるんでね、頑張ります。きついぞ。ちなみに、わかるけど俺も今全然簡単じゃないって言ってるだけで、俺も連続っす。今今月大戦争がありまして、来月バースデーで。ツイッターに書いてたもんね、今月の売り上げ記録を超えますって。来月やばい、見られてる。見られている。頑張りましょう、みんな。きついよ。同じ属性として、はい、はいはい、頑張ります。ってことでね、これがね1店舗にみんないるので最強だと思います。はい、ぜひね、これからも指導受けたい方はじゃあ遊具本に来てください。男の子はそうやね、あのまあできることはしますし、一緒に働いてるだけでもね、すごい多分ね、なんか与えれるものはあるのかなって思う。さすがにってことで、またこの企画に関しては年末でいいんじゃないですか。でどうなったかっていうのが年末ギリギリ前ぐらいか。そうやね、とかでまたやれたらいいかなって思います。はい、はい、ではバイバイ。ありがとうございます、頑張ります。